はいどうも、しろこりです。今回からラクーナ SF ノワールアドベンチャーをプレイしていきます。 Steam ゲームフェスティバルでデモ版をプレイしてから楽しみにしていました。早速プレイしていきましょう。ゲームの進捗はゲーム中の特定地点で自動的に保存されます。前のセーブ地点以降の進行状況はゲームを終了すると失われます。手動でセーブしたり、以前のセーブを読み込んだりすることはできません。後戻りはできないのです。最初はおそらくデモ版でプレイしたところと被っちゃうかなとは思いますが、こちらも動画にしていきます。ドロビア第二セクター、はい、 WS リードで移動ができるんですね。はい。階段を使う。シフトで走れますね。ミラ、こっちだ。ノア、いや、元気だった？左下にアイコンが表示されているときは、いいか、左クリックで会話を進めることができます。はい。ノア、久しぶり。ああ、しばらくぶりだね。昨夜、新しい人たちを乗せた船が到着したって聞いて。君がいるような気がしてたんだ。宇宙の旅はどうだった？最悪よ。親と一緒に生き埋めにされたような気分だったわ。下に行くんだろ？一緒に行こう。それで、ドロビアでの生活はどう？最初は本当に気に入らなかったよ。まだスカスカだし。ニュージョランのようになるとは想像しにくいね。でも考えてみると結構すごいことだなって。何が？歴史を作ることだよ。異国の惑星を植民地にして初めてのサビアンのコロニーを作る。ワクワクしない？どうだろうね。ほとんど見たことあるような場所ばかりだと思うけど。まあまだ建設中だからね。ところでどこに住んでるの？私の家は8階にあるわ。共同区域に上がる階段の近くよ。まさか、そんな高級区画に住んでるの？まあ、うちも悪くないけどね。親の仕事のせいかな。科学者はみんなそのあたりに住んでるんだって。とにかく、家に帰らないと。もうすぐ休み時間が終わっちゃう。後でこの辺案内して。実はその前に見せたいものがあるんだ。午後まで待てない？遅れたくないの。いいじゃないか。5分くらい遅れたって大丈夫だよ。今日はここでの初登校日なのよ。初日から目をつけられたくないの。見せたいものって何なの？見ればわかるさ。時間はかからないよ。選択肢を選ぶ。これ以降の選択はタイマー制限がありますが、設定で無効にすることもできる。なるほど。まあ、せっかくだから見せてもらいましょうか。わかったわ。しょうがない。私の負けよ。でも早く済ませてね。後悔はさせないよ。こっち。じゃあ、ノアについていきましょう。主人公の方がちょっと足が速い。あ、これ、ちょっと上押さないとですね。入っていいの？看板に立ち入り禁止区域って書いてあるよ。そうね。でも入り口の暗証番号があるんだ。どこで手に入れたの？兄さんがそこで働いていて僕に教えてくれたんだ。でも危険じゃないの？心配ないさ。おいで。何を見せてくれるんでしょうね。あのエレベーター見える？ドームの中間層まで上がれるんだ。上？ノア、捕まるわよ。上には誰もいないよ。きっとすごいもの見れるぞ。行ってみようよ。わかった。でももし誰かに見られたら、
あなたに誘われたっていいわよ。おお。これが二人なのかな。それでどうだった？すごかったね。だろ？鉱山の入り口見た？めちゃくちゃでかかったよな。うん、すごい大きかった。お兄さんはあの下で働いてるの？なんだか怖そう。そう、僕はかっこいいと思うけどな。ちょっと待った。この箱に旗がついてるの見える？これ、ガーラの旗だよ。それで？なんでガーラのものがこのコロニーにあるんだ？あっちゃダメなの？もしかしたら、採掘技術か何かをスパイしているのかもしれないよ。ノア、ガーラは敵じゃないわ。彼らと取引してるだけよ。それに、あなたがスパイ装備を運ぶとして、箱に堂々と顔を印刷する？いや、しないね。君の言う通りだ。もう本当に行かないと。案内してくれてありがとう。すごいよかった。気に入ってくれて嬉しいよ。あそこに行ったことは誰にも言わないでね。バレたらやばいから。言わないよ。約束する。その、ミラ、来てくれて嬉しいよ。会いたかったんだ。私も会いたかったわ。ああ、思い出した。ここに来た時、親が新しくセルをくれたの。再接続しなきゃ。そうしよう。これでよし。OK、じゃあまたね。C かセルアイコンをクリックすると、セルが表示されます。セルってのはなんかデータ端末ですかね。セルのホームタブ。左下に現在の目標が出る。交わした会話は誰が何を言ったかを追跡できるように。すべてこのタブに記録されているログにあるんですね。OK。歩いて帰る。もう授業に出るんでしたっけ？帰るというか。このまま下に行けばいいみたいですね。インタラクト。住んでる場所は結構上の方なんですかね。8階って言ってたから。ドット絵と音楽がいい感じだと思うので、そこら辺も楽しんでいきたいですね。主人公にはボイスがあって、ところどころ声が入ったと思う。オキシバー、バナナ、リンゴ、ワイルドフルーツ、ブルーアイス。へえ。カーシーグリーンキャラメルバー。まさかタルパウオの唐揚げがあるなんて。その通り、ドロビアでここだけだよ。来たばかりなのかい？今日来たんです。タルパを出してくれて嬉しい。私の大好物なんです。食べていくかい？ごめんなさい、学校が始まるから急いでて。でも午後にまた寄りますね。好物なんですね。下でいいのかな。デモ版一度プレイしたとはいえ、そこまでは覚えてない。道までは覚えてないけど、ここでいいのかな。うん、コンピューターを起動する。はーい。これかな。先生、さて、ようやくみんな揃ったみたいだから、ミラ、始めようか。これからは遅れないように。今朝、学習システムを説明した際に、今年度のカリキュラムを紹介したね。みんなは母性にいた時と同じ内容を学ぶことになる。
今日は太陽系についての基本的な知識を学ぶことにしよう。もう知っている人もいるだろうが、全員がちゃんと理解しているか確認しておきたいんだ。僕はもう全部知っているから、この授業を飛ばして後で戻ってきてもいいですか？アルバートちょっと嫌なやつそうだ。ダメだ。まだどんな内容かも話していないぞ。パパに頼んでみよう。きっとノートを書いてくれるはず。授業はみんなに義務付けられている。警備主任の子供であってもだ。きっとお父さんも納得してくれるはずだよ。みんな教材に含まれている太陽系の地図は受け取ったね。もう壁に貼ってくれた生徒もいるようだね。大変よろしい。あるかどうかもう一度確認してみるように。次の課題で必要になるかもしれないからね。はい。スペースを押すと AR モジュールの調査モードに切り替わる。起動すると近くのオブジェクトがハイライトされ調べることができます。はい。切り替えることができるんですね。シフトとかタブかな？で切り替えられる。E や左クリックを使って調べる。調査モードでや、人や物へのインタラクトはできません。OK。ほい。調べていきましょうか。これが地図みたいですね。さっき言ってた。これは、ここの地図か。なるほどね。あとこれも調べられる。ミラ、会いたかったわ。授業を楽しんで。午後には戻るから。ママより。なるほど。やっぱここに住んでんのかな。授業は、リモート授業みたいな感じですもんね。これね、後で使うんだよ。私は知ってるぞ。これ後で使うんだよ、これ。今私ここにいるんだよね。オッケーオッケー。多分。よし。で、調査モードを終えて先生と話す。みんな地図はあるようだね。これから出す課題の参考になるだろう。それから、もう一つ参考資料がある。最近の新聞記事の切り抜きだ。今からシートと記事の両方を送る。自分のセルを開いて、ニュースとシートタブをチェックして。答えを埋めてからシートを提出しなさい。ああ。時にはしばしば立ち止まって物思いにふけるのもいいかもしれません。ベンチやソファー、椅子があるところでは座ってセルを取り出し、これまで知り得たことを振り返ることができます。へえ。椅子とかにちゃんと、あ、待って、座れるんですね。はい。OK。ことは、ここに座って、はい。ニュースを受信すると、このタブに保存され、選択すると最新のニュースが表示されます。跳ねているアイコンは、未読のコンテンツを示しています。了解。シートはセルのこのタブに追加されます。はい。正しい答えを選択して空欄を埋めてください。シートの制限時間が来ると、右下に提出ボタンが表示されます。機会は一度だけです。失敗できない。うん。まずはニュースを見ますか。はい。リチウムがバトンを渡す時が来た。ニュージョランジャーナル。解説、マーサ・ボールド。ほぼ4世紀にわたり、リチウムイオン技術は電池技術のすべてであり、最終的なものであった。最近まではチラニウムを使った電力貯蔵装置が突然登場するとは誰も予想していなかっただろう。ちょうど2年前、科学者たちが初めて、記憶容量、重量、電力、寿命の面でリチウムをはるかに上回るチラニウムベースの試作品の製作に成功したのだ。昨年、ドロビアの地殻下で希少価値の高いチラニウム鉱石が大量に発見されると、ガーラの最初の月コロニー以来の新たなゴールドラッシュが始まった。ガーラ人とニュージョランからのサビアン移民の2つの全く異なる派閥が、この次の技術革命の先駆者となるべく、惑星での権益を確保するために激しく競争している。ああ。シート。はい、太陽系。うん。1801年。これを埋めるんですね。
1、2、3番のところを埋めると、人類発祥の地である1の外で最初のコロニーが作られたのは1608年。これは衛星である3つの月のうちの1つ、ミロンにある小さな科学基地だった。その後、今日に至るまで人類は太陽系の大部分を征服してきた。ドロビアのコロニー化が始まったのはわずか1年ほど前のことである。ドロビアに最も近い惑星であるマル2から来たサビアンたちは自分たちのコロニーを設立した。これによりサビアンは自分たちの国を持っただけでなく、世界で最も希少な資源であるマル3を手に入れることができた。技術革新によりマル3の価格はこの1年で急騰している。これはチラニウムですね。で、2番がドロビアに最も近い惑星は、ここでわかりますね。ドロビアに最も近いだとニュージョランかな？あ、ちょっと終了して。2番をニュージョラン。で、人類発祥の地。発祥の地はガーラでいいのかな？まあ、そうだよね。はい。では、1番ガーラ。2、ニュージョラン。3、チラニウム。これでいきましょう。提出。OK。よろしい、ミラ。シートを受信した。確認してみよう。第1問は正解だ。人類はガーラで発祥し、そこから他の惑星に移住していった。2問目を見てみよう。これは簡単な問題だったかな？我々の母星ニュージョランはドロビアにコロニーを建設し始めた。さて、最後の問題だ。正解。ガーラとニュージョランはドロビアでチラニウムを採掘している。今ではとても貴重な資源なんだ。よくできました。この問題をよく理解しているようだね。では次の。え？今のは何だ？接続終了。緊急事態により通信中断。建物の亀裂が検出されました。避難所は60秒後に封鎖されます。速やかに最寄りの避難所に移動してください。緊急避難案内は全住居に配布されています。え？どういうこと？うわ、最悪。というわけで、ここだよ。これよ。右、左、右。OK。まず、ここから出るやん。出て、右。逃げないと。あ！ 女性、お嬢さん、急がないとって言っても、ドアを掴んで引っ張ってちょうだい。引っ張る。引っ張る。あれ、引っ張る。引っ張って。早く。オッケー。さあ、急いで。本当にこっち？いや、私はさっき見た。この女性が助かれば私も助かるはず。あ、この女性ちゃんと振り返ってこっちを確認してくれていますね。前回私はこの女性についていかなかったってことか。あ、これで？ああ、よかった。助かった。はい、助かりました。ノア、何があったの？私の両親見なかった？いや、僕は。この人は真っ先に逃げましたからね。おお、助かった。デモ版の時ね、助からなかったんですよ。今回は助かったぞ。Even after 10 years, meeting your ex still feels kind of strange. Or maybe it doesn't if you don't still have feelings for her. And maybe it doesn't if the whole world isn't on the brink of war. I don't even know why I agreed to see Kat that day. My thoughts were still lingering on my work. My unit was responsible for the safety of one of the most important visitors Gyara had seen in a long time. Joseph Banny, Foreign Minister of Drovia. Whatever came of his negotiations with our president could make or break the relationship between our planets for generations to come.
Yet here I was, fighting with my ex about how often I should call my daughter, pretending that it mattered. はい。主人公が喋ってる時はね、かっこいいので聞いておきます。キャサリン、これが元妻なんですかね？ニール、聞いてるの？ごめん、ちょっと他のことを考えてたよ。ニールっていうのが主人公ですね。ラジオ聞いてたの？すまない、キャサリン。バニーの話題だったもので、この件でちょっとイライラしててね。あなた少しも変わってないわね。今回の件がどれだけ重要か分かってるだろ？ええ、毎回そう言ってたわね。ローラの話に戻ろう。そのために来たんだろ？他に何を言えばいいの？会いにも行かず、電話もしないくせに。公平だよ。俺は君が見たがらなかったあのひどい映画を娘と一緒に見たんだぞ。それはもう1ヶ月以上前のことじゃない。それ以来、あの子のメールにほとんど返事してない。自分の娘をそんな風に扱うなんて理解できないわ。もっと大切にするべきよ。正直言って、昔の家に行くのは好きじゃないんだ。え？どうして？一緒に暮らしてた頃を思い出す。一緒に暮らしてた頃を思い出すんだよ、多分。そんなこと気にしてないと思ったわ。そりゃ君はそうだろう。そうよ、私はそう。あなたは家にいなかったから。あの頃は CDI で働き始めたばかりだった。どっちも家にいなかっただろう。とにかく、私たち10年前からこの話をしているわ。いい？ローラはまだ10代なの。もう一人の親がいてくれればあの子のためにもなるわ。もう一人の親か。がいてくれればあの子のためにもなるわ。正直言って、私にとってもその方がいいの。頑張ってみるよ。そうね。今すぐローラに会いに行ってみたらどう？あの子は家にいるし、邪魔はしないから。私は約束があるの。まあ、ここは分かった。ああ、分かった。本当に？ローラが喜ぶわ。もう行かないと。会えてよかった。こちらこそ。As I started walking home, I felt angry at myself. Not for failing to show my daughter how much I cared for her, but for actually not caring as much as she would have deserved.At least that's what I thought I felt like at the time. I was under a lot of pressure due to Banny's visit, and I found it hard to think about anything other than work. はい。主人公はかなり仕事人間というか、あまり家庭を顧みないタイプの人だったんですね。奥さんとまだ会ってるってことは、そんなに別に仲が悪いというわけではないんですかね。でも娘さんにこれから会いに行くんですかね。今回はここで一旦区切りたいと思います。見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画、またはライブ配信でお会いしましょう。バイバーイ。